今僕和歌山の和歌浦ってところにいるんですけどね、和歌山市内なんですけどね、ここにねこれね風呂橋っていう橋があるんですよ。まあこの橋はまあまあまあなんかモダンな橋って感じでね、うん、なんか結構古いらしいですけど、まあちょっと後で見ますけどね。あ、今回来たのはねそれじゃないんですよ。あ、今ちょうど赤になっちゃった。あー赤は違うな。よし、ちょっとじゃあ先にねこの風呂橋の方を見ますちょっとねあの紹介したものがあるんですけどね、ちょっと今あの都合悪いんですよ。ちょっと待ってくれます？うん、その前にねあの風呂橋見ましょうね。これね結構ほらモダンな橋じゃないですか。なんかね、うん、なんかねこれね、まあ、偉い人が作った橋なんですよこれね、うん徳川家東将軍の人々が通るおなり道として嘉永なんとかに風呂橋をかけて整備したということなんですね。1851年。あ、でね今青になった。でね、でねあれ見て見て見て、これこれね視聴者のねエリミエリミさんの教えてもらったんですけどね、この信号これ、あ見えない、あちょっと待ってカメラ変えます。この信号ねパッと見普通じゃないですか。なんですけどほら、わ見えにくいな、矢印なんですよ。見えます？青の信号が矢印になってるんですよ。これ見えないな、ちょっとだけ車道に出る、ちょっとだけほら矢印でしょ。見えます？わー見えにくいな、でも矢印なんですよこれね。うん、あこっちもそうだ、こっち側こっち側、あこっちの方がほらほらほら見やすいでしょ、ほら矢印でしょ、ほらすごいでしょ。普通ねこう矢印がある信号ってねもう下についてでしょ、この下下につくでしょ。でもこれはこの青信号そのものが矢印なんですよね。すごいでしょ。あこれをねエリミエリミさん教えてもらったんですね。でなんでこれね矢印がついてるかっていうとね、まあこっちだよってまあこれねあの左のこの青色のこのこれでわかると思うんですけど、まあでもなんかねこうなってるんですね。でこういう風になってるのってね全国でももうすごい珍しいらしいんですよ、こういう風になってる信号って。うん、少なくとも関西ではここだけだったかな。うん、いや日本でここだけ、あちょっとねあの忘れたのであのこの辺にねあの書いておきますね。いやでももうすごいなこれ、でも確かにいやびっくりして、なんか壊れてんのかなと思います。なんかね僕ね信号がねなんかあの生き物みたいに見えるんですけどね、皆さんもそうじゃないですか、こういうなんか 目と鼻と口みたいに見えないですか。うん、でねそのなんかこう矢印、あもう矢印なくなっちゃいましたけども、こういう矢印になってるとなんかあのなんか病気なのかなって思っちゃいませんか。思わないですかね、僕だけですかね。うん、でまあまた赤になっちゃったからねまた見えないんですけども、確かにこれ肉眼で実際来てみるとねおおって思いますよこれね。うん、確かに不思議な感じするな。うん、あのエリミエリミさん教えてもらってありがとうございます。あとねこの風呂橋ね、うん、あここ結構でも綺麗だなこれね、ほらこれなんかね綺麗、和歌山って感じしないっていうか、なんかそういうとバカにしのような感じするのか、そういうわけじゃないんですけど、なんか和歌山といえば和歌山城ですよね。うん、で、あまた、あはい、まあ、話が飛び飛びで申し訳ないんですけどね、またほらね、あ見えにくい、これじゃ見にくいけど、まあこの矢印になってるんですね。うん、どうですか、面白かったですか。うん、でも確かにこれ珍しいな。でしかも別特別ねここねなんか変わった交差点ってわけでもないんですよね。普通にこう曲がるだけの交差点です。こういうところって結構あると思うんですよね。うん、でまあ昔から多分ねまだ矢印の信号機がねいっぱいあった頃から多分ずっと あったんでしょうねこれね。でそれ矢印の信号機がだいぶ全国でなくなってきて、なくなってくるというかそのねあの分離というかね、あその青は青でその下に矢印をつけるっていう風になってるじゃないですか今ほとんどの信号はね。うん、そういう風になってもなぜかここはもうそのまんまにしたんでしょうね。なんでかな、特殊なあれじゃないんですよね。まあまあね、うん、まあそういうことです。ウラドスコを見てもらってありがとうございます。